ビトリーノ・ガブリエル・パシェコ・アントゥネスは、ポルトガル出身のサッカー選手。FC パソスデフェレイラ所属。ポジションは、左サイドバック。2004年から、リーガ・デオンラに所属する地元のクラブである SC、フレアムンデでキャリアをスタートさせると、2006から07シーズンより、スーペルリーガのパソスデフェレイラへ移籍。チームの主力となり、FC ポルト戦で、同点弾となるゴールを挙げるなど活躍した。この活躍からシーズン終了後に、ポルト、ベンフィカ、スポルティング CP ラポルトガルのクラブや、アトレティコ・マドリード、デポルティーボ・ラ・コルーニャ、アージオ・セール、アストン・ビラ、アンデルレヒトら国外クラブからも関心を受け、最終的に移籍市場終了2日前の2007年8月29日に、イタリアセリエ A の AS ローマへ、レンタル移籍した。ローマでのデビューは2007年12月12日のチャンピオンズリーグマンチェスターユナイテッド戦。アントゥネスはローマでのデビュー戦でチャンピオンズリーグも初出場ながらチームの引き分けに貢献し、ローマのホームページではファンの投票によるマン・オブ・ザ・マッチに選出された。2008年1月20日にはカターニア戦で途中出場しセリエ A デビュー。しかしローマにはイタリア代表のマックス・トネットやクリスティアン・パヌッチがいたため出場機会は少なく、セリエ A では5試合64分の出場に終わった。2008年4月2日、ローマ移籍金120万ユーロで完全移籍。2008から09シーズンはレッチェへレンタル移籍。2010年1月、レーションイス SC へレンタル移籍し、ポルトガルに復帰。その後もレンタル移籍を繰り返していた。2012から13シーズンは古巣パソスデフェレイラへ復帰。半年間の在籍だったものの、チームは最終的にスポルティング CP、SC、ブラガを抑えて UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内の3位で終えるなど上位進出に貢献した。その貢献が認められ、アーセナルへ移籍したナチョ・モンレアルの後釜として、2013年1月にマラガ CF へ移籍。2月9日、レバンテ UD 戦でリーガエスパニョーラデビューを果たした。その後も UEFA チャンピオンズリーグ2012から13では初出場ながらもチームのベスト8進出に貢献し、2011から12シーズンでの4位に引き続き6位で終えるなど2シーズン連続の上位進出に貢献した。2013年6月11日、マラガへ移籍金125万ユーロで完全移籍。ポルトガル代表としては、世代別代表に選出され、FIFA U-20 ワールドカップのメキシコ戦では、フリーキックからゴールも決めた。2007年6月7日の親善試合、クウェート戦で A 代表デビュー。2017年11月14日のアメリカとの親善試合で代表初得点を挙げた。UEFACL、ローマ、マンチェスターユナイテッドマンオブザマッチ、ハットラローマヘクタール・リスケイティとアントゥニーズ。ありがとうございます。